今からね、このコペンのテイクオフのフロントバンパーを塗装していきます。使うのがこちら、家用のペンキですね。普通にホームセンターで売ってるものになります。この塗料で、コペンのね本体を、まあ、全塗装しました。同じ色をね使って、このコペンのフロントバンパー補修したんで塗っていこうかなと思います。複雑な形なんで塗るのねかなり難しいかもしれないんですけど、まあやっていこうかなと思ってます。むずいな塗るの。とりあえず塗り終わりましたね。で、ちょっと液だれとかいろいろハプニングあって急遽移動させたんでカメラ回せてなかったですけど、こんな感じどうですかね。まあぼちぼち綺麗には塗れてるかな。フロントバンパー塗ったついでに後ろのハーフエアロ、そしてサイドエアロもついでに塗りました。まあパッと見は綺麗になったかなって感じですかね。うん、直塗装なので垂れてるところがまあところどころありますが、こことかね、まあ、全然気にならない程度ですね。はい。ということで、まあ一晩ね、乾燥させたんですけども、まだもうちょっと、いるかな？うん。まあこうやって触ってはつかないんですけど、押し込むと塗装がまだ剥がれそうなぐらいなので、まあ、今日一日は、まあ家の片隅でね、乾燥させたいと思います。ついに完成しましたね。どうですか？めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。ね。直したところも、わかんないね。こっちも。うん。わからないし、ここもがっつり直したんですけど、めっちゃ綺麗になってます。はい、こんな感じ。いや、めっちゃいいね。はい、で、あとこっちもね、もう塗っちゃいました。サイドエアロとリアハーフバンパー、まあ全部テイクオフのエアロですけど、綺麗にね、塗り直しました。あとはここ割れてしまってたんですけど、こんな感じに穴開ける穴開け加工をしたいと思います。こっちもね修正したんで、同じように穴開け加工のここと同じように開けたら完成かな。ナンバーも全部つきました。まあここミスったんですけどね、加工まあまあいいです。また次
壊れた時に直します。ということで、今日はここまでですね。次回、フロントバンパー、そしてサイドエアロー、後ろのねリアバンパーのハーフエアローかなをつけていこうかなと思ってます。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。